月原重明は日本の政治家、官僚。本名、月原重明。衆議院議員、参議院議員。香川県観音寺市出身。幼少期を中国の法典で過ごす。香川県立観音寺第一高等学校、東北大学法学部卒業。学生生活は民法学者である中川義行の私塾、沖和寮で送る。 1960年東北大学卒業後、防衛庁に入庁。1963年大倉省主計局。1971年、和歌山県警刑務部長。1973年防衛庁、長官秘書。1976年国連事務総長スタッフ。1978年、防衛庁広報課長を歴任。 1983年に行われた第37回衆議院議員総選挙で自由民主党公認で旧香川2区から立候補し、初当選。以後、3期務める。1989年、宇野内閣で郵政政務次官に就任。1990年の第39回衆議院議員総選挙で落選後、なお、茂明と改名。1993年、 新政党決闘に参加。直後の第40回衆議院議員総選挙でトップ当選し国政に復帰した。その後、新進党に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙では新進党公認で香川3区から立候補したが自民党の大野義則に敗れ落選。その後、自由党に参加。1998年の 第18回参議院議員通常選挙では自由党公認で比例区から立候補、名簿党最順位第5位で当選した。その後、保守党の決闘に参加。2000年保守党参議院国会対策委員長。2001年第2次森内閣で国土交通副大臣に就任。2002年の保守党会党に伴い、保守新党結成には参加せず、保守クラブを経て、 自民党に復党した。いわゆる防衛族議員として知られた。2004年の第20回参議院議員通常、選挙では自民党公認で、比例区から立候補。しかし、前回支援を受けた防衛団体関係の候補が乱立したことにより、落選。2019年1月19日17時37分、肺炎のため埼玉県の病院で死去。83歳坊津。 信ぶせ4位、朝日、重光明追つ国土交通副大臣首相官邸、香川県人物、人名辞典152ページ、香川人物名鑑200167ページ、月原重明氏が指揮を元衆院議員、元参院議員。日本経済新聞、https、www. 日経 .com、アーティクル。 ジャックスムーズ4047兆6580億2501万 2019CZ80002019 2019年1月25日閲覧月原茂明史史巨時事 .com2019 年1月25日ジョイジョ君読売新聞2019年2月15日ありがとうございます